茶畑菜園アドバイザーの高橋です。今日は枝豆摘心タイミングと花が咲いた時にやるべきことポイントをご紹介していきます。枝豆を3月ぐらいから始めた方はそろそろ花が咲いてくる時期だと思います。3月まきの利点としては梅雨頃から収穫ができるので害虫被害にあまり合わない、こういった利点があります。また4月に入ってから撒いた方はそろそろ芽も大きくなってくる時期だと思いますが、成長段階で必要な処置というものがあります。今回はそういった花が咲いたタイミングや摘心のタイミング、お世話についてご紹介します。それでは行ってみましょう。では実際に枝豆を見ていきましょう。このように防虫ネットを設置している理由としては、蛾の侵入やカメムシの侵入を防ぐ目的になります。またアブラムシも発生しないように対策を行っています。少し見てみましょう。これを見てください。脇芽が出る場所ですが、主軸と葉の間からちょろっとつぼみのようなものが出てきています。やがてここに花が咲き、それが鞘へと変わってきます。このような状態になってきましたら、約2週間ぐらいでは小さい可愛らしい花が咲いてくるでしょう。枝豆の場合は特にその花が咲いた時の状況が大切です。これから注意したいことをご紹介します。一方こちらは間引きが終わった枝豆です。現在本葉が 2,3 枚の状況ですが、このような背丈大きさになれば間引きを必ずやるようにしてください。混み合ってしまうと害虫も出やすいですし、一つ一つの枝豆の成長にも悪影響が出てきます。気をつけて育ててみてください。ご覧いただいたように種まき時期によって大きさなどがだいぶ異なってきます。それぞれの栽培の状況において、お世話のポイントが異なってきますが、これからどんな作業を気をつけていくか、ご紹介していきたいと思います。それではまず最初に摘心の方法についてご紹介していきます。最初に見ていただいた大きな枝豆ですが、そろそろ摘心のタイミングになってきました。枝豆の摘心の理由としては、摘心をすることで先ほど見ていただいた脇芽の部分がぐんぐんと伸び始めます。そこにぐんぐんと花が咲くようになりますので、収量が上がるというふうに言われています。ですので本葉が 5,6 枚のタイミングで上を積んであげると収穫量が増えるということで、やられる方も多いです。ただし現在育てている和製や極和製の品種ですとそこまで変わらないという結果も多いので、必ずやらなければいけないという作業ではありません。少し見てみましょう。先ほど見ていただいた、ここの脇芽が出てくる場所ですが、やがてここに花が咲きます。先端を切ることで脇芽がぐんと伸び、花がたくさんついて鞘がたくさんなるということがありますが、繰り返しになりますが、和製品種ではそれほど大きな違いにはならないということが時々あります。ですのでできそうな方は実験があったらやってみてください。葉の数え方ですが、これで1枚となります。3枚で1枚カウントしてください。これの 5,6 枚上をカットしていきます。これで言いますとここの部分です。少し小さいですけども、この部分をカットしてください。この作業はもう一つメリットがありまして、背丈をある程度の高さで止めることができます。この後防虫ネット内が徐々に込み出しますので、先端を積んでおくことで枝豆の背丈をコントロールすることができます。最終的に積んでも構いませんので、この摘心のやり方についてはぜひ習得するようにしてみてください。続いて2つ目です。花が咲いたら乾燥をしないように注意しましょう。これから花が咲く時期です。花が咲く際に乾燥してしまうと実つきが悪くなります。鞘の肥大化も進まなくなってしまうので、万が一非常に乾燥するようでしたら水やりをこまめに行うようにしてください。しかし以前の動画からご紹介させていただいてますが、根腐れだけは起こさないように注意してください。必ず乾燥していたら水をあげるというふうにしていきましょう。また乾燥を予防するためにマルチを使っていない方は株元に藁やもみ殻を敷くというのも一つの方法です。やってみてください。続いて害虫対策です。そろそろ蛾の幼虫なども増え始めます。枝豆の場合豆真杭蛾という蛾の幼虫が発生することがありますし、
アオムシ系統のイモムシが発生することがあります。防虫ネットをしているのに発生してしまう原因として、防虫ネットの隙間から、卵を見つけられるようなことがありますので、蚊がネットにぴったりとくっついている場合には少し気をつけていただいた方がいいでしょう。そういう場合は定期的なチェック方法として茎元をですね、軽くこう揺らしていただいて、アオムシを、払い落とすようにしてみてください。落ちてきたものを、潰してしまいましょう。ちょっと動きをやってみましょう。このように株元を、優しく持ちまして、軽くこう振ります。そうするとイモムシがついている場合には、大体落ちてきますので、それを潰しましょうといった、チェック作業をこまめにやっていただくとよろしいでしょう。葉っぱに食害根があったり、張った跡があるような場合にはやってみてください。最後は葉の剪定です。だんだんと混み合ってきますと葉っぱで内部がびっしりとなってしまいます。そうしましたら、枯れた葉っぱをカットしたり、内側で光合成に役に立たないような下の方の葉っぱは、切ってしまいましょう。少しでも、スペースの確保と通気性の向上のためにやってみてください。最後に、ちょっとまとめです。まだ背丈が小さい枝豆の場合には、まず皆さん間引きを忘れずにやっていきましょう。背丈が大きくなってきた方は摘心を試してみましょう。花が咲いてきたら乾燥防止に努めてください。最後、害虫が増えてくる時期です。これは成長段階に関係なく、ぜひ注意してみてください。今回は以上です。この動画が面白かった方、チャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた。